はい、どうも、アクターアカデミーのしんくんです。今日やっていこうと思うのは、バックアンドストローク、こちらをやっていこうと思います。バックアンドストロークって聞くと、フォアハンドよりバックハンドの方に、苦手意識を持っている方多いんじゃないでしょうか。試合中とかだと、苦手なバック狙われてしまって、それがミスして、失点につながり試合に負けてしまうというケースも多いかなと思います。なので、今回の動画では、初級者から、中級者に向けたバックハンドの、レクチャー動画となっております。ポイントの方を、3点ほどお話ししながら、レクチャー動画、進めていきたいと思いますので、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。また本日、しんくん着ているおさむくん T シャツニューカラーです。色もかなり眩しくて派手ですけど、めちゃくちゃ可愛いです。背中の方もね、見えねえかな、こう入ってるんです、オーサムバディ。ぜひ気になる方がいましたら、オーサムバディ株式会社の、オンラインストアからご注文よろしくお願いします。それでは早速本編にレッツゴー。じゃあ今、バックハンドの一本打ちを、何本かやらせていただいたんですけど、ポイントの1つ目になります。フォアハンドと違って、バックハンドでは軸足、こちらが右足になります。ボールへの、入り方として、この軸足の右足を斜め45度前に出して、打点を自分の右足の前、なのでちょうど自分の右側のお尻のあたり、右足とお尻のところが打点になるかなと思います。ちょうど今日着てる服でいうと、今、皆さんにはこのおさむくん、このマスコットですね、が見えてると思うんですけど、軸足になる、右足を斜め45度入れた場合、入れた時に多分後ろ側にあるこのオーサムバディのロゴが映っていると思います。自分の背中とこのオーサムバディ、このロゴが映っていると思うんですけど、ここまで入れればいいかなと思います。斜め45度ですけど、ここまで右足入れられることによって、体の回転、腰ですね、腰の回転しっかり使って打てるかなと思います。で、皆さんよくありがちなのが、ボールが来て入った時に右足が斜め45度じゃなくて真正面に出てしまってる場合、今構えても、多分自分の右肩までしか見えないかなと思うんですけど、こうなってしまっていると打点が自分の前、打点が前になってしまい、もう脇が開いちゃってる状態なので、面がスライスに出てきてしまって、上に飛んでいく、山なりのバックだったり、ボールが、左に切れていってしまってサイドアウトしてしまったりっていうことがあるので、
まず打つとき気をつけるのは自分の軸足となる右足、こちらを斜め45度しっかり入れて、相手の方に自分の背中ですねを見せられるぐらい意識できるといいかなと思います。先ほどお話ししたポイント1の軸足になる右足を斜め45度に入れることを意識しながら一本打ちやってみましょう。ポイントの2点目になります。ポイント1つ目でお話しした軸足となる右足、こちらを斜め45度に入れたとき、打つときに自分の左肩が下がらないようにこちらを意識していきましょう。打つときに左肩が下がってしまうとどうなるかというと、右足入れて左肩下がってしまうと打つときに面がスライスの面になってしまって、打ててもラケット振り切れないですし、ボールにカットの回転かかってしまって、ボールが全部左側ですね、今逃げていってしまっています。なので、打つときはしっかり右肩下がり、こう斜めになってる状態でしっかり軸足の前、右足の軸足の前ですね、こちらで打てるようにやっていきましょう。ポイントの3点目になります。ポイントの3点目は左から右という体重移動と打ち終わった後のフォロースルーですね、こちらを気をつけていきましょう。ボールが来てボール打つときにまず左足にある体重を右足である軸足の方に移して体重移動して打つと思うんですけど、この時に打点っていうのは自分の右足と右側のお尻の前になるかなと思います。ここで当てた後しっかりラケット振ってくると思うんですけど、振り終わった後ラケットがこうしっかり立つように意識してやってほしいなと思います。なんでこう当たってラケットへとこう立てるのかっていうと、当たってからラケットへとこうしっかり立つことによってボールにちゃんと順回転、縦のこういう回転ですねがかかってくれて、ネットを越えてから、ボールが落ちるようになります。この時に打点しっかり前で打てて体重も左から右っていう風に移動がちゃんとできてるんですけど、当たってフォローするこちらがこう寝てしまう、ラケットが寝てしまうと当たったらどうしても面がそのまま下向いてしまうので、ネットの
ミスが多くなってしまうかなと思います。なので気をつけるのはしっかり体重移動を左から右というふうにやって、インパクトした後にラケットウッドをしっかり立てる、こちらを意識してやっていきましょう。お疲れ様でした。いかがだったでしょうか。初中級者に向けた、バックハンドストローク、今回お話しした3点ですが、本当に基本的なところになるかなと思いますので、普段の部活であったり、自分の自主練習であったりで意識してやってほしいなと思います。私たちアクトアカデミーでは現在宮城県の方で、元吉校と石巻校、こちらの2校を現在スクール開校しております。詳しい内容の方は、リンク概要欄に貼っておきますので、そちらからチェックよろしくお願いします。また多分この辺に詳細の方書いてあると思いますので、そちらもご確認お願いします。また今回の動画面白かった、また参考になった方がいましたら、ぜひ、私たちアクトアカデミーの YouTube チャンネルの登録よろしくお願いします。またインスタ X、各種 SNS のリンクの方も概要欄の方に貼っておきますので、そちらもチェックよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。